4番井戸、水質レベル27、混濁および不純物なし、ミネラル含有率良好。飲んでも美味しい、いいお水。よいしょ。さあ、庭のお花ちゃんたち待っててね。朝のお水をあげるから。あいた！もう誰？こんなところに変な機械を出しっぱなしにしたの。っていうか、何かしらこれ。見たことない機械。てか見た目ガラクタだけど。まあいっか、後でみんなに聞こうっと。シュテルよ、サラダの器をこれに。はい、ディアチェ。うむ、今朝の良き朝食のようですね。当然よ、我を誰と思うておる。我らが王にして我が家の調理技術の頂点を極めし存在、ロード・ディアチェです。分かっておればよい。さて、そろそろ完成だ。ビビーとユーリーを起こしてくるがよかろう。ああ、それでしたら。おはよう。おはようございます。おはようございます、ユーリー、レビー。二人とも今日は珍しくちゃんと起きられたな。カレースープの匂いがしたから。自然に目が覚めちゃいました。だろうと思いました。二人とも顔を洗ってこい。戻る頃には出来上がっておる。はーい。オウサムスープ、カレールスープ、楽しみです。そういえばアミタは？朝から見かけませんね。博士のところでしょうか。奴はあそこに出向くと時を忘れるでな。してるよ。ええ、呼んできます。今日もいい天気です。博士、王様特製カレースープの匂いがするの分かります？ユーリとレビィがきっと喜んでますね。あれは美味しいですから。王様とシテル、レビィとユーリ、支店のみんなが来てくれてから結構経ちますが、相変わらず毎日が楽しいですよ。今日も一日、エルトリアの未来のために少しずつ頑張っていきます。天国で見守っていてくださいね、博士。さて、そろそろ戻らないと。食事時にみんなが揃ってないと王様に怒られますから。アミタ。あ、知ってる？すみません、博士とのお話し中でしたか？いえ、ちょうどお話を終えたところです。あ、て、ごめんなさい、迎えに来てもらっちゃいましたか？いえ、スープに浮かべる香草を取るついでもありました。ああ、それならこれですよね。私が取ってきました。素晴らしい。じゃあ戻りましょう。今日は博士とはどんな話を？王様やみんなが来てくれてからもう結構経ちますねって話とか、これからも頑張りますって話とか、なんでもない話ですよ。そうですね、我々ももうすっかりこの星が故郷になってしまいました。ええ、あなたたち姉妹や博士をはじめこの地の人々にも温かく迎え入れていただいて感謝しています。それはそうですよ、あなたたちみんなこの星のため、人々のために働いてくれているんですから。それを言うとうちの王は恥ずかしがる。もとい、怒りますがね。そうでした、王様にとっては救済じゃなくて侵略ですもんね。あなたたちやこの星の皆様には我らが王のことを理解していただいていて感謝しています。支店のみんなは素敵な子たちばっかりですから。でもなんだかもう懐かしいですね、みんなと会えた場所。地球の海なり市ですか？ええ、優しい魔導士たちが住んでいるあの場所です。特にあなたはナノハさんに会いたいんじゃないですか？そうですね、
その感情は否定できません。それに時間も距離も気が遠くなるほどに離れていますが、不思議とまたどこかで会える気がしていますし。はい。あ、シテル？アミタ、空の上の方に何か見えませんか？何か？水があったかい。温暖期ももうすぐだね。はい、作物も花もきっと去年よりたくさん育ちます。あ、はい、レビー、タオルです。ありがとう。わ、干したてタオル、ふかふかだ。ん？あれ？ねえ、ユーリ、あっちの空。ん？あれは流れ星？何かが落ちてきているように見えますね。まさか隕石とか？落下音？一体何事か？アミタ、みんな、上空から地上に向かって未確認飛来物あり。落下位置座標は大まかに特定。近くに村があるから急いで向かって。避難勧告と保護を。了解。王様、私たちも行きましょう。ああ、せっかく侵略中の我が大地を隕石ごときに荒らされてたまるか。